さてそれではプロ初先発初勝利に続きますプロ初完投勝利で2勝目清水明信投手のヒーローインタビューです。放送席そしてたくさんの名古屋ドームのファンが熱湯を見守りました。プロ初完投勝利清水明信投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。全部自分一人で投げ切ったという気分どんな気分なんでしょう。いや気持ちよかったです、はい、最後の最後マウンド上笑顔がありましたね。あそうですか。自分では意識しなかったですか。意識しなかったです、はい。さて今日のピッチングですが大きな援護もありました。まず打線も頼もしく思ったと思うんですが自分ではどんなところをまず心がけたんでしょう。いや打線はすごく、はい、楽に、はい、なったんでピッチングで見せようと思って低めを心がけてやってきました。その低めのピッチングで気がつけばヒット5本すべてシングルでしたね。そうです。たまたまヨガです、はい、それから前回の勝利それから今回の完投勝利同期入団の田中星との息もぴったりだったんじゃないですか。そうですね。よくプライベートでも遊んでるんでよかったです。さあ今日の試合の中ではその田中星とはどんなことを話しながら完投までたどり着いたんでしょう。いやファームと一緒のように気持ちで投げようということで頑張っていきました。それから素晴らしかったのがテンポがいいですよね。どうですか。あやっぱり打線も、はい、良かったんでテンポよく投げることができました。さあこれで清水明信投手のナイスピッチングで勝率5割に戻しました。これからまた大事なゲームが続いていきます。シビアなゲームになりますがどんなピッチングを見せてくれますか。今まで通りにやっぱ低めについてテンポよく行っていきたいと思います、はい、そしてゲンさんという愛称ですがファンの皆さんには頼りになるゲンさんをアピールしたと思います。どうぞファンの皆さんに大きな声援を送ってくれたファンの皆さんに答えてください。今日は本当にありがとうございました。また次も頑張るのでよろしくお願いします。ナイスピッチングの清水明信投手にどうぞ大きな拍手をお願いします。ヒーローインタビューでした。